はい小林正夫君おはようございます立憲国民新緑風会社民の小林正夫です今日は、えー、予算の移植審査ですので地方自治体への財政支援並びに地方が抱える課題の支援について中心的に質問をしたいと思いますまず新型コロナウイルス感染防止に関する緊急対策についてお聞きをいたします この新型コロナウイルス感染に関わる対策がいろいろ行われておりますけれども休、休業している保護者への給付、あるいは学童保育への補助など、申請について、保護者等が市町村に問い合わせても、申請方法が確定しない旨の回答があるだけで、困惑が広がっている、まあ、このような状態であります。一日も早く支払いができるようにすべきであります。 申請の仕組みいつ頃までに確定して申請開始はいつ頃になるのかまた支払いはいつ頃になるのかお聞きいたしますはい、自民厚生労働大臣政務官お答えいたします今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校との臨時休業等により職場を休まざるを得なくなった保護者の皆様を支援するため 正規雇用非正規雇用を問わない新たな助成金制度を創設するとともに個人で業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げることとしております厚生労働省といたしましては3月13日付でこれらの支援に関する問い合わせを受け付ける学校等 休業助成金支援金等相談コールセンターを設置したところであります。収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度の特例につきましても、このコールセンターにおいて、一般的な相談に対応できるようにしてございます。また小学校等の 臨時休業等に対応するための新たな助成金、支援金については、民間委託による申請の受付センターを設け、本日より申請の受付を開始したところであります。生活福祉資金貸付制度の特例措置につきましては、3月の25日から、全国の市町村社会福祉協議会で受付を開始していただくこととしております、はい、小林君。はい 政務官から今、考えられていること、今、行っていることをお聞きをいたしました。大事なことは、今、政務官がおっしゃったことを、住民の方、地域の方にしっかりお伝えしなきゃいけない、ここが大事だと思うんですが、これはど,うどのようにやっていくんでしょうか自民、うんはい、政務官。 これに対しては大変丁寧にあの行っていくということをお願いをしているところでありまして、受付の前にも相談があった場合にも、適宜状況を伺い、申し込みにつなげていくこととしております。さまざまな努力をさせていただきたいというふうに思っております、はい小林君。いずれにしてもま速やかに地域の方、あるいは保護者等に、今の考え方が伝わるようにしていただきたい、このことを要望しておきます。 それと、地方公共団体が設置をする一元的相談窓口において、在留外国人に対する新型コロナウイルスに関する情報発信をするために、必要な経費の交付金が必要だと思いますけれども、これは今、実態、どうなってるんでしょうか、うん、出入国在留管理庁佐藤審議官、お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、外国人受け入れ環境整備の交付金によりまして、地方公共団体,に団体による一元的相談窓口の整備、運営を支援しているところでございますで。3月10日に政府対策本部において決定されました、緊急対応策第2弾の一環といたしまして、この一元的相談窓口で、新型コロナウイルスに関する情報提供等を多言語で行うための電話回線を設置するなど、 特別な体制を取る地方公共団体を支援するために、当面、7月末まで交付金の運営経費の交付限度額を倍額に引き上げることとしております、この措置を地方公共団体によく周知しまして、この措置を活用いただきまして、材料外国人への対応が充実したものとなることを期待しているところでございます、はい、小林君、えー、多くの外国人が日本にもいらっしゃいますので、 きちんとした発信ができるようにしていただきたいと思います。運転免許の更新についてお聞きをいたします。あの運転免許の更新に行きますと、えー、警察だとかあるいは免許センターに行くと多くの方が一度にこう集まって、えー、待ってます。でそこで。 新型コロナウイルスに感染したんじゃないか、まあ、こういう心配もあるんですけれども、これ、感染リスクが高まるとして、健常者、病気じゃない人、健常者が今の時期、更新を見合わせたいと、このようなことを判断した場合に、免許は執行になってしまうんでしょうか、新型コロナウイルス対策として特別な取り扱いがあるのかどうか、お聞きいたします。警察庁 長官官房高田審議官お答えを申し上げます警察庁におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、当面、3月中に運転免許証の有効期限が到来する方につきましては、期限前に警察署等に申し出をしていただければ、免許を引き続き有効とし、運転可能期間を3ヶ月延長する手続きを取るよう、都道府県警察に対して、文書により指示をしたところでございます、はい、小林君。 そうすると、例えば3月31日生まれの方が更新を迎えるとなったときに、今言ったように、感染リスクが高いので、私は見合わせたいと、その場合は警察署に行くんですか、まず、そして免許証の裏に何かを書いてくれるんでしょうか、要は免許が執行してないということが分かんないといけないと思うんですけれども、ここの処理はどうするんですか。うん、高田審議官 今、委員ご指摘のとおりでございまして警察庁、期限到来前に警察署等に申し出をしていただきましたらば、その現場におきましてです、ね、利面に申請をしていただいたということで、3ヶ月間、期限を延長するということを記載をさせていただくという手続きを取らせていただいているところでございます、はい、小林君。 はいえー、と3月いっぱいというお話ですけれども、まあ、この状態がどうするか分かりませんけれども、まあ、改善できればいいと思ってますけれども、まあ、今のような状態が続いていけば、3月以降もこういう措置が考えられるというふうに受け止めていいんでしょうか、はい、高田審議官 3>, 3月以降に有効期限が到来する方の取り扱いにつきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、検討してまいりたいと考えております、はい、小林君。 はい、あのどこも感染しないように、人との距離を1メートル空けるとか、まあ、いろんなことが言われておりますけれども、私が経験している運転免許の更新に行くと、まあ、いずれにしても待合室に相当な人がいらっしゃるという事実はあると思います。まあ、ぜひ感染防止の対策も、そういう場所においてもしっかりできるように取り組んでいただくことをお願いをしておきます。 次に、鳥獣対策についてお伺いいたします。2年前の2018年5月21日の日に、総務省は農林水産省と総務省に対して、鳥獣被害対策に関する実態調査結果に基づく通知を行っております。鳥獣による農作物被害額は、2018年度 において158億円となっており、1年前と比べると6億円減少した。まあこのように聞いておりますけれども、依然として被害額は大きい状態であります。この被害の主な動物は7割は鹿、イノシシ、サルであると。まあこのように報告を受けました。ただあの鳥獣被害は営農意欲の減退や 工作放棄、離農の増加など、被害額として数字に表れる以上に、農産漁村に深刻な影響を及ぼしている、このように私、思います。そこで農水省にお聞きをいたしますけれども、長寿被害防止総合対策交付金について、市町村より活用後の管理報告をすることになっておりますけれども、煩雑であるために、要件を緩和してほしいと、まあ、こういうような要望を多く聞いております。 長寿被害防止を進めることが第一義ですので、この対策交付金を活用しやすいものにしていく必要があるんじゃないか、このように思いますけど、いかがでしょうか農林水産省の農村振興局、村村井農村政策部長お答えいたします。 鳥獣対策交付金におきましては、要項要領において、事業活用の翌年度に、事業実績報告書、それから事業実施状況報告書、それから事業評価報告書を市町村が作成をして、報告することとなっております。 委員ご指摘のとおり、これらの報告は必要最小限として、できるだけ市町村の事務負担を軽減することが望ましいと、我々も考えております。本年度におきましては、交付金事務手続きの簡素化を目的に交付要項を改正をいたしまして、実績報告書につきましては、添付書類の削減を行ったところであります。 長寿対策交付金を活用しやすいものとして、被害防止対策が円滑に進むよう、事業実施後の報告様式等につきましては、現場の声を聞きながら、今後も普段の見直しを進めてまいりたいと考えております小林君、えー、温暖化の影響がよく分かりませんけれども、いろんな動物が町、市中に 出てくるとまあ、こういうようなことでも被害が最近は大変広がっておりますまあ、従って今言ったせっかくある対策交付金ですのでこれが使いやすいようにやはりしていくっていう努力をしなきゃいけないと思いますのでぜひさらにこの交付金が使いやすくなるように進めていただくことをお願いをしておきます次に環境省にお聞きをいたします市町村では長寿被害対策実施体 を編成して長寿の捕獲を実施しておりますけれども担い手が高齢化したりあるいは新規の加入者が少なくて人手不足になっているのが現状でございます担い手確保の対策を講じているのかまた駆除に対する技術的支援及び適切な駆除等数管理のための指導及び財源措置について確認をさせてください村井農村政策部長 農林水産省の方からお答えをさせていただきます高齢化に伴い、狩猟者が減少する中で、地域の鳥獣被害対策を担う自治体の人材確保、育成につきましては、喫緊の課題であると認識をしておるところでございます。各地域におきましては、農家が罠免許を取って猟友会に入会をし、地域一体で捕獲活動の強化に取り組む事例ですとか、 ベテランハンターの助言を得ながら、若手農家が集まって、地域の供述対策を担う事例などの、捕獲強化に向けた新たな取り組みが増加しつつあるというふうに認識をしております。また、遠隔操作で捕獲ができる ICT を活用した罠を導入して、人手不足や捕獲者の負担軽減に対応している事例も出てきております。 このような取り組みを広げるため、長寿対策交付金によって、不確活動に対する直接の支援に加えまして、免許取得や、不確技術向上に向けた講習会への支援ですとか、若者、あるいは女性をターゲットとした不確入門セミナーの開催、それから ICT を活用した不確技術の導入等をです、ね、支援をしておるところでございます。 今後とも環境省と連携をいたしまして、捕獲の担い手を増やす取り組みに力を入れてまいりたいと考えております小林君、鳥獣関係でもう1点質問をいたします。鳥獣の増加を抑えるために、生息地を制限するような森林整備だとか、耕作放棄された畑を整備することが非常に大事であると、このように私は思います。 しかし市町村では、私有地に関して整備をお願いすることしかできなくて、私有者もお金がかかるため、整備が行き届いていないのが実情ではないでしょうか。放置された私有地、あるいは農地等を整備するための予算措置、財源措置はどのようになっているんでしょうか、はい、村井農村政策部長。 お答えいたします委員ご指摘のとおり、農産村での野生鳥獣の生息を増加させないためには、集落においてイノシシ等の隠れ場所となります広範囲農地の発生を防止するなど、地域ぐるみでの環境整備が重要であると考えております。 鳥獣被害対策を含む荒廃農地の発生防止と解消につきましては、鳥獣対策交付金による侵入防止策の整備、やぶの仮払い等の干渉体づくり、 さらには多面的機能支払い交付金や中山間地域等直接支払い交付金による地域住民等の共同活動、それから農地工作条件改善事業等の基盤整備による荒廃農地の解消などに対する支援を行っております。このほか 事業の目的としては、鳥獣被害対策を直接と目的とするものではありませんが、森林整備事業による間伐等の森林整備、森林、山林多面的機能発揮対策交付金による集落周辺の森林を維持するための地域住民等の整備活動などに対する支援についても、結果といたしまして、農地周辺の森林の見通しをよくすることで、鳥獣が出没しにくい環境づくりにするものと考えております。 はい、小林君、はい、ぜひいろいろ対策を進めることをお願いしておきます。次の質問に移ります。防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策の関係で質問をいたします。資料1を用意をいたしました。これはあのまあ、政府が近年の災害が頻発していること。 あるいは激甚化していることに鑑みて、平成30年12月に、この防災・減災国土強靭化のための3カ年緊急対策を決定をしており、現在進行中ということでございます。で2018年度から2020年度の3カ年緊急対策は、人命を守るということで、防災のための重要インフラ等の機能維持、うん。 電力、浄水道など、国民経済、生活を支える重要インフラ等の機能維持の視点から、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策として、緊急対策160項目を3年間で集中的に実施するというものでございます。今日の資料の中ほどにも、緊急対策160項目、このようにうわれております。そこで 事業年度の最後である2020年度を迎えるという状況になってきましたけれども現在の進捗,進,進捗率はどうでしょうか内閣官房国土強靭化推進室宮崎審議官、はい、お答えいたします、えー、ただいまのお尋ねがありました件、えー、重要インフラの緊急点検を行いまして平成30年12月に緊急対策を取りまとめ、えー、令和2年度までの3カ年で 160項目の緊急対策に集中的に取り組んでいるところでございます。その進捗状況につきましては、全体の事業規模でありますおおむね7兆円に対しまして、令和元年度までにおよそ7割に当たる約5兆円が確保される見込みでございます。3年目となる令和2年度につきましても、当初予算案におきまして、必要な額を計上しているところでございます。 令和2年度までに160項目の対策すべてにおいて、所定の目標を達成する見込みでございます。引き続き3か年緊急対策の進捗状況をフォローアップしまして、令和2年度までに所定の目標が達成できるように努めてまいりたいと考えております。はい、小林君。 今日この場で160項目の進捗状況を具体的に確認するわけにいきませんので、まあ、特に人命にも関わる、まあ、こういう項目、3項目について、今の状況についてお聞きをしたいと思います。1つは、学校施設等のブロック塀等に関する緊急対策、これがどうなっているのか。2つ目には、災害拠点病院等の自家発電設備の燃料確保に関する緊急対策がどうなっているのか。 それと電力インフラの強靭化に関する緊急対策この進捗状況についてお聞きいたします、はい、宮崎審議官お答えいたします緊急対策160項目のうち三つの対策項目の進捗状況についてお尋ねいただきましたまず学校施設等のブロック塀に関する緊急対策につきましては 文部科学省において安全性に問題がある学校施設等のブロック塀等の安全対策を進めているところでございまして、今年度までに約1000キロメートルの安全対策が行われ、3か年緊急対策の目標を達成する見込みでございます。2つ目の災害拠点病院等の自家発電設備の燃料確保に関する緊急対策につきましては、厚生労働省において災害時に病院の機能を3日程度 維持するため、災害拠点病院等の非常用自家発電設備の増設等を進めているところでございまして、3か年緊急対策で予定している125箇所の整備を行うために必要な予算を今年度までに確保しているところでございます。3つ目の電力インフラの強靭化に関する緊急対策につきましては、 経済,経済産業省におきまして、災害時に電力、ガス、燃料の安定供給や、サプライチェーン上重要な事業所、工場、生産必需品の生活必需品の生産拠点等の 経済活動が継続できるよう自家、自家用発電設備や蓄電システム、省電力設備の導入等の支援を進めており、3カ年対策で予定している約55万キロワット分の整備のうち、今年度までに約49万キロワット分の整備を行うために必要な予算を確保していることを確認してておりりまます引き続き続カ年緊急対策のフォローアップを行ってまいりたいたと考えております。 はい、小林君えっと2020年度地方財政対策においては、この終了期間が一部緩和されて、2020年度までに建設工事に着手した事業については、2021年度以降も同様な措置を講ずる旨が明記をされております。えー、まあ最近頻発する自然災害を受けて 防災・減災事業の需要は依然と高く、大規模な事業であれば、用地確保とか、詳細設計を経ての工事着手になり、これは数年を要する、このように思います。災害劣等化した状況において、2021年度からも継続的に災害対策事業を実施できるように、期限の延長も含めて考えていく必要があるんではないか、このように私は思いますけど、いかがでしょうか、はい、宮崎市議官 お答えいたしますご指摘ございましたとおり近年災害が激甚化する中で国民の生命や財産を守る国土強靭化の取り組みを進めることは喫緊の課題であると認識しておりますこのため先ほどご質問いただきました3カ年緊急対策の取り組みを着実に進めるとともに まあ,あの昨年の令和元年房総半島台風です。とか、令和元年、東日本、台風などの被害を踏まええ、稼働の掘削です。とか、堤防強化などの水害対策を中心に、令和元年度補正予算では1兆円を超える国土強靭化関係予算を確保しているところでございます。参加年、緊急対策後につきましては、昨年の災害対応から得られた知見です。とか、参加年、緊急対策の進捗状況などを。フォローアップ アップしまして、国土強靭化基本計画に沿って、必要な予算を確保した上えで、国土強靱化に取り組んでまいりたいと考えております小林くん、はい。災害が非常に大きいもので被害を受け、あるいは住民の本当に命も関わる、まあ、こういうことに直結をしていきますので、この対策が必要です、まあ、これからも継続的にこういう事業がしっかりできるように取り組んでいただきたいと思います。 次の質問に移ります。森林環境贈与税について質問をいたします。今年度より森林整備等のための地方財政の安定化、市町村を核とした新たな森林管理システム実施を目的とした森林環境贈与税がスタートいたしました。これはこれまでの森林政策ではできなかった、奥地の方ですね。奥地の 法などの森林整備などに、真に急がれる市町村、団体に対して、必要かつ十分な財源が贈与されて、初めてこの目的を達することができるものだと私は思います。そこで質問なんですけれども、私有林、人工林面積5割、林業就業者数人口2割、人口3割となっている現在の贈与基準では、 森林整備が急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が行き渡らないと私は考えます。で現在の贈与基準での森林整備が一層促進されるとする根拠と妥当性についてお聞きをいたします。でなお、大臣は一昨日の予算委員会で同僚の船山康恵議員の質問、これは現在の贈与基準を見直しする必要があるのではないか、まあ、こういう旨の質問があって、大臣は、 基準の見直しについては、付帯決議にもあり、状況を見極めて検討したい、そして総理大臣の方からは、総務大臣の答弁もあり、検討していくんだろうと思うと、まあ、こういうことが述べられました。私は見直しに取り組むと、もうこのように私は受け止めましたけど、大臣、それでよろしいでしょうか。はい、高市総務大臣 あのまあ答弁申し上げましたとおりあの見直しにつきましては昨年3月の衆議院及び参議院の総務委員会における付帯決議にもありますとおり各地方団体の、えー、森林整備の取り組みや施策の実施状況を、えー、見極めて検討していきたいと思いますあの最近ちょっとたくさんの方からのご指摘もあり前向きな党になってきている、えー、前向きな党の答弁になってきていることは否めません。 それとあの先ほどの,あのご疑問でございますけれども、もうあの委員は十分承知のとおり、まあ、法律に明記された使途、えーと,えー、と相関性の高いものをあの用いてです、ね、この常要基準を決めております。で、まあ、人口3割と設定したのは、まず都市部における木材利用を促進するということであの、木材の需要を高めて、それが稼げる林業に、 まあつながると、えー、いうこと、まあその好循環を狙ったものでございました。で、そうしなければ林業にかあの携わる方々が増えませんし、えまた売れない木材ということになると森林整備もあの促進できないのではないかとあのいうことがまあ一番大きな、えー、理由でございます。まあただし、えー、それでも森林の整備が進まないということでは何にもなりませんので、あのしっかりとあの各地方団体の状況を見ながら判断をし。 小林君、はいまあ、ぜひ、前向きにあのいろいろこういう意見がたくさん上がってますので、えー、大臣の方として考えていただきたいし、まあ、総理大臣も先ほど言ったように、えー、総務大臣の答弁もあり、検討していくんだろうと思うと、まあ、総理大臣も自らこのように答弁をしておりますから、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。ももう一点ですけども森林増与税のを 適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を促進していくためには、地域・林政アドバイザーの活用など、市町村の体制強化が大変急務だと思います。市町村の体制整備の進捗状況はどのようになっているのか、また地域・林政アドバイザーの育成と、市町村の要望に基づく配置をどう進めていくのか、お聞きをいたします林野町小坂森林整備部長。 お答え申し上げます、森林環境常用税の適切な活用に向けて、まあ、農林水産省におきましては、これまで190回を超える市町村説明会に職員を派遣するなど、制度の周知、さらには市町村体制の強化に向けた助言等を行ってきたところでございます。先ほど議員からお話がございました、地域臨生アドバイザー制度、平成29年度から取り組んでおりまして、平成30、初年度の実績は36市町村。 平成30年度は63市町村と、2倍に増加しているところでございます。こうした中、市町村の体制整備の検討状況について、昨年5月に聞き取りを行いました。それによりますと、私より人口林が1000ヘクタール以上ある981の市町村の約4割が、専門職人の雇用等の新たな体制整備を検討すると。 さらには残りの4割については、意向調査等の業務を森林組合に委託する、外注する、まあ、そういうことにより、体制整備を図るんだというようなことで進んでいるところでございます。また、このアドバイザー制度を活用するにあたり、雇用できる技術者がなかなか地域にいないと、そういう声もいただいております。このため農林水産省としましては、こうした調査のニーズも踏まえまして、 技術者情報の収集とか、そういった情報の市町村への提供、さらには都道府県が技術者を雇用して市町村に派遣できるよう、制度の拡充、さらには国の森林技術総合研究所において、アドバイザーの希望者を対象した研修、こういった取り組みを進めているところでございます。引き続き総務省とも連携して、市町村の体制整備、しっかりと進めていきたいと考えております、はい、小林君。次の質問に移ります 文部科学省が進めるギガスクール構想について質問をいたします。文部科学省では、2020年度予算,を予算案において、ギガスクール構想の実現に向けて、情報通信技術の環境整備に向けた、自治体支援として4億5300万円を計上しております。資料2に用意いたしました。 このスクール構想というのは、具体的にここに書いてあるとおりでございます。今日お聞きしたいのは、この校内ネットワークなど、これ、導入するだけでは終了するわけではなくて、要は運営費用だとか、保守、メンテナンス、こういう費用が今後かかっていくんですけれども、また、情報通信機器は5年ほどで更新する必要があると、このように言われている機器もあります。したがって、導入後の費用についても、国が負担をしていく。 あるいは地方自治体に補助、支援していくべき、このように考えますけれども、いかがでしょうか、はい、文部科学省大臣官房、審議官お答え申し上げます。 学校の ICT 環境の整備に関しましては、これまでの地方財政措置に加えまして、令和元年度の補正予算におきまして、ギガスプール構想の実現として2318億円を計上いたしまして、児童・生徒一人一台コンピューターや、高速通信ネットワークなどの学校の ICT 環境について、全国一律で抜本的な整備促進を行うこととしてございます。 今回の整備に際しましては、どの自治体であっても安価に学校に ICT 環境を導入し、維持管理ができるように、文部科学省といたしまして、関係する事業者に対して働きかけを行うといったようなこと、あるいは これは令和2年度の当初予算案におきましてでございますが ICT 環境整備の促進に向けた ICT 活用教育アドバイザーの活用に対する支援をその内容として盛り込むなどま様々な施策を講じているところでございます整備が円滑に進みを引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えてございますなお更新に際しましての費用負担につきましては今後関係省庁や地方自治体等と協議をしながら検討してまいりたいと考えてございますけれどもその検討のためにもまずは 学校での ICT 活用が当たり前である社会を作り上げるということが前提であるというふうに考えてございます小林君、はい、時間が来ましたので終わります。